押してください。はいよ。味噌田楽屋さんだったか。豪邸の砂場のような地面にまるで前習いをしているかのようにピシッと並んでおります。極めつけにまるで太陽のように照り続ける炭火でこんがりと焼かれていきます。こんにゃく、こっちが甘味噌、こっちが辛味噌、ゆず味噌。いただきます。味噌の味を引き立てるね。お餅だよ。砂糖醤油っぽいけど砂糖醤油じゃないんだよ。甘味噌でできてるの。味噌と醤油の違いだね。みんなもやってみるんだぞ。バイバイ。